さんこんにちは。お疲れ様です。今日はですね、妹第2弾、前回は三女の車を紹介したんですけど、今日は次女がどえらいいかつい車を160万円で買ったということで、次にあるんですけど、あれを今日は紹介したいと思います。はい、じゃあ早速読みましょう。今はね、車の中でお昼寝してると思うので叩き起こしたいと思います。あ、その前にこの外観を見てほしいです。ハイエースのスーパーロングよりも背がポコッと高いですね。ゲラウェイ、立ち去れ。これも一種の防犯対策でしょうか。まあ、旅行をするっていうね、意味もあると思うので、そっちだと思うんですけど。静かに寝てるな。お顔はこんな感じで、フォード、アメリカ産ですね。外車なので結構大変なこと多いと思うんですけど、その話も今日聞いてみましょう。じゃあ中に入ってみましょう。お邪魔します。ハイエースと違って普通の家のドアみたいに開くっていう。よいしょ。あ、寝てるな寝てるな。よいしょ。今日社内紹介だよ。おはよう。いや、おはようございます。社内紹介、うん、社内紹介だよ今日。プーさんいる。私の相棒のプーさん。おっと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 。はい、はい、はい。昼寝。おはようございます。おはようっていうか遅いよ。今何時だ。今ね、5時だね。さやかです。さやかです。はい、次女です。エリネがいつもお世話になってます。今日三女どっか行ってるから。前早く帰ってこいよ。94年製のベースがフォードで、エコノライン E350 というカナダのゲッタウェイっていう会社が改造したという、はい、車で、なのでちょこちょこね、やっぱアメ車だから可愛らしい故障がね、ポンコツがいっぱいあるんで、ポンコツポイントがちょっとあって。今日はそのポンコツも交えつつ紹介していきたいと思います。結構もうバレてる気がする、ポンコツ度合いが。じゃあいきなり突入してけど、これがねベッドの状態なんだけど、ここがねテーブルにもなるんだよね。作業スペース展開をします。はい、見てます。あ、でね、破れちゃってて、去年の冬にその FF フィーターの、このなんか熱が逃げる場所に、掃除するときにこれをそこにこう立てかけてたら、うん、暑さでここ焦げてる。外熱が出る、うんうんうん、ホットって書いてあるのにね。本当だ。ここに背もたれを立てかけて焦げちゃって危な。本当気をつけないとだね。これはね、ハンカチ詰めて、それで可愛いと思ってるね。こういうところがちょっとね多々ある。いや、マジで火事になんなくてよかったよ。本当に気をつけて。はい、これさ、後ろ開いてもいい？あ、いいですよ。ちょっと後ろから開けてみましょう。よいしょ。観音開きなのがいいね、外車って感じ。これどっちから開けるの？あ、これか。ここで開けます。おい、パカーン。パカーン。持ってくよ。よっこいしょ。ここに、ここにゃ、こんな感じ。いいね。で、閉めて、どっち向きだこれ。こっちか。こうやって閉めて、ご飯食べたり仕事したりね。したりします。ね、このさ、パチモンの床敷き詰めたの？あ、敷き詰めました。パズルみたいにして。そう、パズルみたいにアイリス大山で買ったやつ、クッションマット。なんでこれにしたの？え、なんか下の、なんか色があんま可愛くなくて、あ、本当だ、可愛くないね。家感出るね。そうだったらいいなって思って。ここも開くんだよね。 あ、ここも開きます。ここも観音開き。じゃーん。あ、消火器あるからね。そう、さっきみたいにね、火事がもし起きそうになったとしてね、これで私は消せます。はい、なんか青タンあるじゃん。いつの間にか転んだ。いつの間にか。左ハンドルですね。あなた運転大丈夫なんですか？大丈夫です。どう、慣れた？1年やってますから。あ、ドヤ顔。1年やってます、余裕で。最初怖かった？あ、もうそりゃもう怖かった。もう今やもう毎日ね運転してるんで、これバンクベッドだよね。ここ
バンクベッドです。これ引っ張ったらベッドにもなるけど、うん、今とっても荷物があって、荷物が生活感が キラキラ女子みたいな、ね、なんか整った感じでお見せできたらいいんですけど、これが真実。ここにもテーブル置けるんだね。そう、今マットずれてる。よいしょ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 。そう、前でも作業できて、よいしょ、はいはい、お、いいね、はい、出てきた最高じゃん姉妹揃ってアル中です。これは、まあ、換気扇みたいな感じでこうぐるぐるなって、うん、まあ、換気扇はないけど、ただ空いて換気ができるみたいなね。そうです。そして後ろ行ってみようかな。九州行った時に、うん、元コカ・コーラに勤め上げたおっちゃんがやってるキャンプ場があって、うん、コカ・コーラの世界観のキャンプ場なんで、うん、そこでもらいました。だからあのハンカチも、あの、そう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 、あれもちょっと敷き詰めて、九州のおっちゃんからもらってどんどんコーラになっていくのね、車内が。そう、アメ車だからちょっとアメリカンかなと思って。めっちゃ日本語だけどねじゃあここのギャレーを見てもいい？ここはキッチンで2口コンロあります、うん、ライターとかでこうやって回しながらライターやるとボッてつく、うん、外のこの辺にガス管の入れるところがあるんだよね。してます。お料理上手だもんね大丈夫かな、今何も入ってないから開ける大丈夫だった。ちょっと汚れた、ここちょっと加工して、はい、ジークです。加工してあの、やばい、恥ずかしい。これお湯も出る？一応お湯も出るですけど、あんまり使ってないな。これ換気扇か。あ、もうここも、うわやばい、壊れてるのバレた。もう一回やって本当やばい。いや、工事現場ですか。え、これはさすがに使わないよね。使ってなくて、あそこ開けたりして、うん、あ、ライトも壊れてたまあいいかで、電子レンジがあると。電子レンジ、これはさすがに壊れて、これは壊れてないちゃんとでつくもともと、おお、つけてくれた、ありがとう。あ、そう、ディラさんがおまけでつけてくれたんです、うん、あ、そうなんだ。じゃあこれは途中で2本で参戦したやつだから、あ、まあまあまあって感じね。これ冷蔵庫よね。冷蔵庫、はい待ってやばいやばいまあでもさ、今ね、古民家に一緒に住んでるから、まあ大きい冷蔵庫あるから大体そこには入ってるけど、やばくっそキムチ臭いよね。あの、今日の夜のお供物に入れたやつ、マルエフ。美味しいよね。マルエフ好き。エリネも好きだから。そう、あとで一緒に飲む。さ、おっさんだったね、完全に。はい、で、ここが多分あれだよね、シャワーとかトイレとかが本来あるようなとこだけど、ちょっと待って、これ何の音？電子レンジが怒られてるよ。はい、お邪魔します。いつもはもっと綺麗だよ。トイレがね、もともとあって、トイレの炊飯器もあって、でシャワーって。最近エリネの借りてるから、ここでね、迷子になってるけど、ゴミ箱になってると。うん、あの、今あんまり入ってないけど、服とかいろいろ。ああ、そっかそっか。あ、で、ここに洗濯物干しの感じ。ああ、物干し竿があるのね。便利だよね。やっぱ車の中にあるとね。で、ここが、食器とかいろいろ入った。あ、やだ今なんか落下したけど大丈夫。あ、でもね、ほとんど家に積んでるからあんま今入ってないけど。あ、そう、今入ってないけど。AC がここにあって。これ今使ってないやつで、なんだろうこれ。わかんないです。買うとき多分説明してくれたけど。これも収納なのか。収納で、まあいろいろなんかキッチンペーパーとか、ゴミ袋とか、そういう掃除系を入れて、ここ配線。ああ、配線か。ここがあれだもんね。サブバッテリーとか入ってるから。再び外に出てきまして、ここがバッテリーが積んであるので、ちょっと見せていただきましょう。ほい。じゃーん。ここの下にあるのがサブバッテリーで、5120W。リチウムイオンバッテリー。これが FF ヒーター。うん、で、こっから出る。FF ヒーター。これから出ます。あ、ちなみにエアコンもついてて、ここにスイッチがあって、うん、FF ヒーターもエアコンもどっちも使える。いいね。だから夏も冬もいけるっていうのがいいよね。バッテリーさ、自動で走行充電してくれるんでしょ？そうです。めっちゃ便利ね。こっちさ、水のタンクとか入ってたよね。見せてけろ。このベッド寝心地いい？めっちゃいい。うん、いい感じの硬さだね。よいしょ。
オープン。じゃーん。これが水のタンク。水のタンク。100リットル。100リットル。あ、これが昔使われてたバッテリーのシステムらしいんですけど、うんうんうん、今使ってなくて。あ、何も。これも、あの、純正のやつで。こっち使わずに、もうこっちに新しく組んでもらって、大容量のバッテリーが必要だったから。なるほど。じゃあ、こいつはポンコツなんですね。これポンコツ。ポンコツポイント。ポンコツポイント。はい。はい。で、室外機ってどこにあんの？室外機って何でしたっけ？なんだっけ、室外機。あの、クーラーのさ、あの、うん。あれです。あ、あれか。上についてるやつ。上にポコってなってる。これは？これなんだっけ？これなんだっけ？忘れました。誰かコメントで教えてください。で、こっち側に、外部充電のこれがね、いいなと思ったのがさ、普通日本車のやつとかってさ、コードだけ取り出してそれをつけるみたいなことが多いんだけど、これが収納されてくのがすごいいいなと思った。そうそう、これがさ、スルスルってね、うん、これ便利よね。うん、めっちゃいい。いいよ。はい、ありがとう。もう一回充電しようね、ごめんね。これをね、皆さんに見て欲しかったんだ。常設で中で水道使えるみたいなやつだよね。シャワーとかさ、あの、水道とかをずっと止めてる場合は使えるやつじゃない？私はあんま使ってなくて。これは、さっきの100リットル の、 あの水のタンクにつながってて、給水と、あれ？あー、こっから給水するんだ。あ、硬い。女子の力ではなかなか大変なこともね。あ、取れた。取れた、取れた。Thank you。タンクにつながってんのね。ホースも積んでるので、水、こうやって、水道からつないで。うんうんうん。あ、お気づきの方がいるかもしれないんですけど、タイヤのホイールの真ん中の部分が、取れてます。え？え？え？リラさんから、一旦、返却してもらってて、今1年乗ったので法定経験で、一旦1ヶ月半ぐらい前かなに出したんですけど、一旦できるところまでやった状態で、いろんなあの部品が、そうないんだよね。あの、ないまあ一応これで走っても問題はないけど、もう一回修理に出さなきゃいけない状態なんだよね。やっと帰ってきたと思ったけど、まだちょっとまだポンコツ部分あるから。そう、ブレーキパッドも変えないといけないから、本国、アメリカから取り寄せが来るまでちょっと待ってて。チンチン。白煙吹いたんでしょ？北海道の高速のど真ん中で白煙吹いて、この辺から、うわーって出て、やばいやばいってなって、速道のところに止まって、普通に保険会社に電話して、で、近くに。うん、レッカー業者つないでくれて、これ2時間待って、来てくれて、そのままフェリーで神奈川まで行ったね。で、応急処置して、あ、これオイル漏れてますね。まあ、こういうとこも可愛いんですよ。ポンコツも可愛いと。ポンコツも可愛い。ちょっとハゲてきちゃった。ね、あ、なんか馬ところどころにいるよね。馬なんか塗装とかしたりしないの？しようと思ってるけど、このままでもいいかなっていうのでずるずる、このラインとかもオレンジになんかしてみたらどうなるのかっていうので、なんか中央線みたいになりそうじゃない？本当に画像加工でなんか合成してやってみたら中央線になる。シルバーとオレンジって合わないんだって。登ります。はい、登っちゃって。よいしょ。よいしょ。おー、すごい。じゃーん。わー。The world is mine。嘘でしょ。どえらい妹を思ってしまった。その上でさ、なんかしたりすんの？なんかご飯食べたり。花畑行った時とか、あの辺にカメラ置いて。なんかこう映え写真みたいな。かわいい。車と一緒にこうやって撮る。あ、かわいい。はい、ありがとう。戻っといて。気をつけてね。降りるのも一苦労。なんかはしごが全部あるわけじゃないから怖いよね。もうちょっと、あればいいのに。ギリギリなんだ。マジで気をつけてね、本当に。落ちないように。降りるのも一苦労で、はい、イエーイ。あと、ちゃんとね、こういう風に、ドライブレコーダーも防犯対策にもなるしね。うん、
なんか内装の古いんでいろんなところが壊れてて、うん、またここ取っ手があるんですよ、ね、またこういう取っ手があって、ああ、あれここも剥がれてる、待って今すごいチカチカしてるけど、あ、これもこれも開けると、まあ、まあ非常灯みたいな感じで使うんですけど、え、これって本来こういうことじゃないよね、え、絶対違う、絶対違うよね、なんか前はちゃんとあのずっとついてたけど、なんかモールス信号みたいだったけどなんか言ってそう、SOS とか取れちゃったのね、取れちゃいましたポンコツでも可愛い、自分がやっぱりさ愛せる車っていうのがいいよね、うん、ちょっと汚れてるぐらいよね、うん、そうだよね、飲みましょう飲みましょう、アルチュー姉妹、アルチュー姉妹、さっきの冷蔵庫に入ってたやつを、パー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 イイエーイ、うん、楽しいですか車中泊は、楽しいです、古民家暮らしも楽しいですか、楽しいです、なんか言わせたみたいな、自慢の自慢の姉です、人生相談に乗ってもらってますこの車レンタルできんだよね、あ、そう、実は私が乗ってない時はね、うん、貸せます、そうそうそう、貸せるので、その URL も乗っていきます、妹との動画もこれから増えると思いますので、また見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。できた妹だ。じゃあ概要欄に貼っておきます。概要欄にあ、違うか。チャンネル登録ボタンお願いします。夏バテに気をつけて。気をつけてください。Have a nice day. Bye!